さんまああのあれですよねモーニングコールというお仕事もありますよねまあ愚痴を聞く仕事まあなんだあのまあありますよね僕多分ね10年前か分かんないですけどなんか面白い副業みたいなこんな副業ありますよっつってそういうオペレーターができるみたいなねあこんなね人の愚痴聞いて仕事になるんだみたいな。 ただ聞くっていうね。うん。だから前、その、これ YouTube でもあると思うんですけど、確かね、キき、聞き屋だったかな。だから、名古屋の駅前に立ってキキヤ、聞き屋。聞き、聞き屋にしようか。聞き屋名古屋。あ、そう。YouTube、あの、久保さん、これ聞き屋。<laughs> 名古屋、名古屋で聞き屋にしようかな。聞き屋でいいかな。聞き屋っていうのがあるんですよ。で、その、 名古屋の駅前とかでこれあの聞き屋です聞きますみたいなうんそう YouTube でもありますねあのどう聞き屋ってどういう仕事なのっていうそう聞き屋うんでもこの人は無料で聞きますよっていうとこなんですよ で、まあ、有料で聞いてほしい人もいるでしょうね。うん。だから、あの、企画としてはね、この、人の、その悩み、人の、なんだろうな、あの、しなんか、人のな、なんちゃらって気になるわけじゃないですか。だから、まあ、<laughs> 無料企画で行くんだったら、まあ、YouTube の撮影入りますけど、いいですかみたいな。 YouTube の撮影カメラ回さないで聞く場合は有料になりますけどみたいなまあ路上でやる場合はね、まあ、そういうやり方もあるだろうしうんだからその高橋がなりさんも前向き人生相談室ってやっててまあそれ無料枠はカメラ回すとでもカメラ回さないんだったら有料枠で1万円でありますよっていうのがあってまあ僕は1万円で行ったんですけどうん まあそもそも、まあ無料枠で行ってね、カメラ回してもらった方が面白いかなと思ったんですけど、そもそも悩みがないですっていう悩み相談だったんで、番組的にどうなんだろうみたいなね。悩みがないです悩み相談みたいなね。ただ聞きたいことがあって言っただけなんで僕は。だから絵的に面白くないだろうなと思って1万円払って行きましたけど。うん。多分ね、カメラ回った方がね、一応あの顔出し僕できますっていう話なんで宣伝できるんでね。 まあ宣伝しに行こうと思ったわけじゃないから、まあ、1万円払ってまあガチで聞いた方がいいかなと思って、まあ、金井さんはそうしましたけど。うん。なんいろんな仕事ありますよね。でも、まあ、それを信じるか信じないかはあなた次第ですよね。世の中にいろんな話があるけれども。まあ、とりあえず、車ね、僕が買いましたって言ってもね、信じない人いるでしょうね。も、さすがに、車の絵面だったりとか、人が乗ったりとか、 まあそれを何年も移せば、あさすがにこれ本当に買ったのかなってなるでしょうね。そのうち移しますんで <laughs>。その人は移すし、仕事で使うんで。あの、車をただ買っただけじゃなくて、これ、あの、仕事で使いますからね。うん。普通の人はなんかし、なんか買ったウェイじゃないですか。これ、車を買ったっていう報告を何でするかっていうと、これは伏線なわけですよ。一応、興味づけっていうね。自,自慢でも何でもなければ、僕はその車をビジネスに使うんで。 うん、まあいろいろこれから車を使ったいろんなサービスをね展開してきますから <laughs> そう車で金稼ぐっていうねこれ信じれないでしょ車でどうやって稼ぐんですかとタクシーの運転手ですかと、うん、いやタクシーの運転手以上に稼げる方法があるんですよ車使ってね <laughs> まあ信じるか信じないかあなた次第いってらっしゃい